で、まあ、この中で僕が一番毎回コントロールカラーで気になるのはもうブルーなんですよ。一番濃い青はどんな色なのかなと。あとはこんにちは、札幌占い美容室ハイマカシの後藤です。シュワルツコフのイゴラさんのこちらカラーですね。これを、検証していただいたんですけれども、はい、で検証結果はじゃあどうなのかっていう部分なんですよね。ここだっけな、隠しラベンダー処方っていう感じで、なんか薄い紫のフィルターみたいのを、かけてるんですね。で、それでこうベージュっぽい色を、まあ、出してるっていうのが、これの特徴の部分もあります。あと W デューテクノロジーっていうのがあって、 L デューモイストデューっていうのが、まあ、成分でですね、アミノ酸系の、まあ、グリセリンとか、モリエント油剤とか、まあ、そういうのを使って、毛髪の損傷を、和らげますよとか、まあ、水分の保持力を高めますよみたいな感じで、しています。イゴロさんって以前あの真っ赤なカラーって皆さん知ってます？ちっちゃいやつ、あの変わった成分のカラーなんですけど、すごいちっちゃい何グラムちょっと高めのやつって真っ赤になるすごいねカラー剤あったんですけど、あれすごい面白かったですよね。やったのはベージュシェードってやつ、ベージュシェードっていうこの色の方を今回検証して、スタッフに検証してもらったんですけど、まずねピーチベージュっていうのと、ウォームベージュ、ベージュ、ハニーベージュ、モスベージュ、クールベージュ、プラチナベージュ、まあ、何個かしか購入してないんですよね。で購入したやつちょっとどれかっていうと、まあ、この辺のコントロールカラーって大体このカラーの、まあ、なんて言うんでしょうね、僕結構このコントロールカラーを毎回重視するんですけど、重視するっていうのはそのメーカーの色がちょっと見える、あ、色っていうのはカラーの色じゃなくてそのメーカーの、なんかその目的じゃないかな、そういうのがちょっと見えやすいかなと思って、僕このコントロールカラー絶対最初取って検証するんですけど、今回もあのこのバイオレット、ペールバイオレットとライトアッシュとミディアムマットは先に買ったんですよね。でこれでどういう風な発色をしてるかっていうのをあの確認をしたいというか、大体これで他の色がどういう風にどんな感じのアッシュをベースで作ってるのかなとか、コントロールカラーで なんとなく分かるんですよね。あのここのアッシュはちょっと強めだなとか、外国人ベースに作っハイトーンベースに作ってるんだなとか、日本人の黒髪ベースに作ってるんだなとか、なんとなくそこで分かるんですよね。あとは濁らさないこうクリアなカラーをベースで作ろうとしてるんだなとか、大体このコントロールカラーを見ると分かるんではないかなと思います。で今回の検証結果なんですが、で、まあ、この中で僕が一番毎回コントロールカラーで気になるのはもうブルーなんですよ。一番濃い青はどんな色なのかなと。あとは、一番濃いグリーンはどんな色なのかなっていうのを、まずこの2つを気になるんですね。このアクセントカラー、コントロールカラーがどんな色味をしているのかっていうのがメーカーでちょっと違うんですよ。これをちょっと毎回、楽しみにしてるというか、どんな感じなのかなっていうことで、はい。で今回ですね、あのこのイゴラのこのベージュシェード、こちらの方のベージュシェードの方のブルーはこれです。これがブルー、綺麗な色ですよね。で、ミディアムマットっていうのが、これはその一番濃いグリーンですね、このベージュシェードの中で。これがこっちがブルーが一番濃いブルーで、こっちが、一番濃いグリーンです、ベージュシェードので、ベースがだいたい、これは
そうですね、3回ぐらいブリーチしてるのに入れてます。このぐらいですね、色合い的にはそのぐらいのに入れております。まずブルーの方からですね、非常に綺麗な色でハイトーン向きに作られてるのかなっていう感じがしますね。一番強い青でこれぐらいなので、多分ちょっとこうおしゃれなサロンとか、ハイトーンの若い子がいたり、あともしくは外、ちょっと外国人寄りの毛髪ベースになんか合うのかなとか、ブリーチしてる時にはもう絶対いいですよね。でこれ、こんなビビッとには出さないと思いますけど、基本明るめの10トーンとかそういうベースに入れるんだったら結構いいかなって感じはしますね。ただちょっと黒い真っ黒い毛に関してはもしかしたらそんなアタックできる、ちょっとちょうどいいぐらいか、少し、落ち着いた感じなのかなって感じはちょっとします。あと、ベージュかな、そうバイオレットね、これバイオレット、これはバイオレットのアクセントカラーなんですけども、コントロールカラーというかな、これめちゃめちゃいい色するんですよ。これいいですね。C の PV11、確か C の PV11 ってやつですね。ペールバイオレットっていう色なんですけど、やっぱりバイオレットに力、バイオレットのフィルターをかけてるっていう風に、言ったと思うんですけど、確かにバイオレットの色がめちゃめちゃいいですね、これ。僕これも一目惚れしました。これ絶対綺麗な色出ると思います、このバイオレットは。すごい透明感もあるし、めちゃめちゃ綺麗なので、これ CPV11 はかなりいいんではないかなと。はい、これは使えそうというか、そのめちゃめちゃいいですね、綺麗、色は。ぜひ皆さんこれ自分で染めて見てみてください。めちゃめちゃ色なんで。今ちょっとこれスローのバイオレットなんですけど、スローのバイオレットも赤み消えててめちゃめちゃすごいいいんですけど、スローの方がちょっと赤っぽいかなって感じがします。でこっちはもうちょっと青に近い紫、ほんとラベンダーっぽいですね、色自体が。なかなかで、バイオレットでも赤みのないバイオレットなので、アッシュとの組み合わせでも非常にいいと思いますし、結構使え、これは本当面白いかなと思いますね。これクールベージュの12は、めちゃめちゃ綺麗なこう色ですね。はい、これはもうハイトーン向きでブリーチ3回ぐらいした髪には、すごい、薄いベージュがこう綺麗に入ると思います。なんで10トーンとか11トーンぐらいだったらちょっと弱いかもしれない、でもすごいハイトーンにはこのまま使えると思います。あと、これは CB9 ちょっと撮ってみたんですけれども、クールベージュですね。クールベージュの9、これは先ほどに比べて、クールベージュの9、こちらか、これクールベージュの Q ね、このやつで、これはさっきのやつよりはちょっとやっぱ濃いですよね。クールベージュの12とクールベージュの9、そうか、色はこれぐらい違います。こっちが9、こっちが12、大体使えるとしたら10トーン以上、12とか12トーンぐらいとか、それからもっと明るい色とかには使えちょうどいいかなと思いますね。全体的にこれはもう僕の見解なんで実際は分からないですけども、このイゴラの、ベージュシェードっていうのは基本的に結構明るい10トーンとかハイトーンをおしゃれに染める場合に非常にいいカラーかなと思いますね。で調合によっては黒い髪にも全然新鮮ものもアタックできると思いますし、基本的にその綺麗なラベンダーのフィルムがかかってるんで、それが非常にいいのかなって感じがします。本当にこれ CPV11、 こちら僕激推しというか、これめっちゃいいんで皆さんちょっと検証してみてください。
あのすごいこれ綺麗な色なんで、ちょっと明日から使ってみようかなと思うんですけど、めっちゃ綺麗ですねこれ。本当にこれ単体でもいけるかな。スローも好きなんですけど、これもいいですね。なんかバイオレットはなかなかこれ面白いかな。あと混ぜた時の残臭とか、アンモニア多分ちょっとカットしてるんで匂いもあまり強くない、匂いも強くないっていうのと、粘土が硬すぎない、粘土が硬すぎないのと残臭が少ない。なんで、まあどっちかというと僕は結構質感としては好きなカラーが個人的な見解なんですけども、個人的な好きなカラーの質感かなと思います。あんまり硬いカラーは好きじゃないので、まあいいかなと思いますね。このバイオレット皆さんおすすめなんで、ぜひちょっとこれ試してみてください。なかなかいろいろ検証してもらってる中でも、このバイオレットの色味って本当いいんじゃないかなと思うんで、アッシュと11で作ったりとか、ちょっといいなって思うんですよね。ちょっと早く使いたいですこれ。